皆さん、くれぐれもお気をつけください。これ改めてお伝えしておくと、災害対策の要点は、大事なポイントは自助です。自助、自分で自分を助けるのが基本です。自民党への献金総額1位、三菱 UFJ フィナンシャルグループ73億円。こちらは事実でしょうか？すいません、知りません。うん、そうなんですか。現在進行形でしょうか、それも知らないですね。金融機関が企業献金で得られる施策には何があるでしょうか。これでも、自民党だけに献金してんのかな。いや、知らない上で推測で話をしてみるんですけど、いろんな他の党にも献金してるんじゃないですか。っていうか、73億って多分というか、1年間でできる金額じゃないですよ。1億だったかな、上限。で、企業献金してたとしても、1億円バンバン払うってないと思うので、複数年じゃないか、これ。うん。し、多分、MUFG 以外も、金融機関メガはやってると思います。僕の記憶では。うん。という、なので、すいません、これで僕、他のところで言ったことあるんですけど、調べれる話は調べてください。知らんっていう。で、僕、Google じゃないんで、こいつに聞いて、わかる話は答えますけど、わからん話はわからんで終わっちゃいます、ね。すいません、5000円も払ってもらったのに。ありがとうございます。続いて、久保さん、おはようございます。久保さん、白井さんが久保さんにおはようございますってなんで8000円払ってんだ。え、今日なんかあったんですか、久保さん。うん。ジロタさん、ジロタさん赤スパありがとうございます。で、続いてまた白井さん、J さん、K さん、S さんありがとう。え、今日何の集まりが白井さん、ここにあったんだろうな。わかんないけど、なんか偉いスパチャをいただいてしまいました。ありがとうございます。ハバネロさん、あと9時間。あ、ずいぶん前のスパチャなのか、これ。ユウさん、もずく代320円。レーナさん、グリーンラベル代。ありがとうございます。エミさん、赤スパ。朝ラン、伴奏、ハニトラに気をつけください。え、これは、どこに気をつけたらいいんだ、朝ラン、それとも伴奏、ハニトラ、全部セット。いや、全部セットの事象はないでしょ。どんな朝ランですか。朝ランでハニトラ、それむしろ出会ってみたいくないですか。あれかな、走ってるとこう角でぶつかるみたいな、そんなトラップ、そこから始まる何か。うん、多分ない。続いて、ハバネロさん。あと3時間。あ、結構前から楽しんでくださってたんですね。平和の使者さん。ナイスパっていう200円だけの掛け声。続いて、亜生さん。キリンのように首を長くして待ってました。突然ですが、あ、漫画の質問来た。漫画クイズ。得意ですよ。ある意味で。体勢がついてます。キングダム、好きなキャラは？あー、映画の最新作を見たんですね。で、あー、終盤で王騎のシーンだったと。ん？王騎将軍が石丸さん、シンが芦屋氏の高島師匠に見えて涙が止まらなくなりました。僕、どういう立ち位置？王騎か。じゃあ、なんだあれ？青龍と槍？刀？を高島さんにあげたらいいのか。多分いらないって言われそう。ね。あれ、どう考えても大きい用の装備だから、その後芯がね、強くなるっていうくだりあるんですけど、いや、どう考えてもあの武器は使えないですよ。装備できないで終わりじゃないですか。ね、きっと高島さんもね、そんな困るって、すげえ笑顔でやんわり、捨て置かれそうですね。で、なんだっけ、質問。好きなキャラは、あ、今パッと思い浮かんだのは、林少女だったかな。林少女？
蝶の将軍の言葉です。それを部下の行運だったかな。なんか変な兜かぶってる将軍が死ぬ間際に真に伝えるんですよ。林少女が、我が主、林少女が言ってた。必ず伝えてほしいと。で、その時に、林少女ってあの何年も前に死んだっていう、もう死んでる扱いなんです。死んでる時に、死んだ後に部下に託した言葉で、行運が言うには、中華を統一しようとするならば、みたいな話で、振り上げた刃は必ず最後まで振り下ろせっていう。あの言葉は好きですね。で、どういう意味か。その意図は、そこでは説明しきられてないんですけど、でも、なんかこうわかる気がして、で、自分の考えの中にそういう要素ってあるなっていうのは、すごくその時に思ったんですね。なので、好きなキャラは林少女なのかな。合ってる？林少女。林少女合ってます？林少女合ってるのかな？自信がない。また外れてたりして。ちょっと皆さん、ゲーム見たら正解探しておいてください。まあ、とにかく、東京は暑い。暑かった。で、東北の方はね、また大雨が降ったりして、大変なことになってますね。やっぱり全国どこかしらで水害って起きちゃうんだろうな、これかな。皆さん、くれぐれもお気をつけください。これ、改めてお伝えしておくと、災害対策の要点は、大事なポイントは、自助ですよ。自助。自分で自分を助けるのが基本です。その先に共助。みんなで助け合って、最後が公助です。公が助けてくれるっていう。この順番なんですよ。これを最初から公助に頼りに行ったらパンクしますから。その時点でみんなが救われなくなるんですよ。わかりますよね？細かく言わなくても。なので、災害対策はとにかくそれぞれ市民、都民、国民が一人一人意識を高く持つっていう、それなんですね。備蓄してますか？水、食料。なんだろうな。トイレットペーパーとティッシュペーパーでもいいですよ。そう、身の回りのもの。1、2週間分ぐらいは常に、あるようにしといた方がいいですよ。絶対そっちの方がいいですから。で、それがやったら家の中どっか置けるでしょ。はい。というのを、なんだっけ。あ、そう、暑い日が続くんですけど、気をつけてみてください。平和の使者さん、あと19分をお知らせしますって。これに500円。ハバネロさん、またもずく代。もずく代ね、大丈夫です。皆さん。もずく代とグリーンラベル代は、もう、一応蓄えありますんで。はい。心配には及びません。あと、また、平和の使者さん。お互い、ここで会話というか、お礼を言い合うのに1000円使うってどういうコミュニケーションですか？コミュニケーションのコストが高い。高い。ね。こんな1秒にも満たない一言で1000円って、ね。最低賃金上がっちゃいますよ。それ上がった方がいいのかな。あ、さん。今日の昼食はセブンの冷やしぶっかけとろろそばにもずく酢かけて食べました。あー！なるほど。え？でも、うどんじゃないんだ。蕎麦なんだ。蕎麦にもずく酢か。ああ、なんか、うどんとかそうめんだったらあるかなと思ったけど、蕎麦にもずく酢ね。勉強になります。みちこ浜田さん。500円ありがとうございます。平和の使者さん。なんもわからんけど5000円。はい。で、そうこうしてると、ピエトラスさんが、赤スパ5万円なんと、質問は、子供たちへの教育の重要性を一番に訴えられていました。今回、報道や SNS を通し、育ちきってしまった大人への再教育の必要性も強く感じました。学習不足の大人たちへの啓蒙は、どのようにすべきでしょうか。天道説話が淘汰されるまではいられません。難しいですね。
やっぱり時間が解決するしかないっていうのは基本あると思います。でも、時間が解決する力がほんと半端ないから、若者、特に僕より下の世代は、そこはね、常に希望を思っててほしいな、諦めないでほしいなと思います。皆さんが最終的には絶対勝ちますから。ね。皆さんの時代が来るんですよ、この後。なので、そこに向けて、いろいろやってたらいいのかな。でも、この再教育の必要性か、難しいですね。あ、でも、成田さんがこの前、リハックで言われてたのが、SNS を過剰に評価しない方がいいだろうと、しなくていい、するべきじゃないっていう話をされてたんですよ。そう、本当おっしゃる通りだと思いますね。X のトレンドとか、そこでね、人気が出てる、もしくは炎上してるっていう、大したことじゃないですよ。本当、成田さんが言う通りだなと思ったんですが。で、今の時代、それをテレビが、地上波がまた取り上げて拡散しちゃうじゃないですか。それによって一つの社会現象のような、こう、なんだ、幻想が広がってるんですけど、でもその幻想って1日2日でなくなりますし、だから、過剰に反応しなくていいのかなっていう、ふーんと思っているのが一つ。あとは再教育の必要性か。でもやっぱり何か手を打ちたいって話なんですね。その意味では、サイレントマジョリティが、つぶやくっていうね。今、ノイジーマジョリティが、こう、ドミネートしちゃうんですよね。こう、マーケットを寡占する、支配しちゃうっていう、現象だと思うので。でも、圧倒的多数は、ちゃんと良識のある理性を持った人たち、じゃないと社会が成り立たないから、そりゃそうじゃないですか。ただ、こういう人々が、声を出さないんですね。理性あるがゆえに。それによって、一部の騒がしさで、こう、社会の秩序が乱されるような不安を覚える。もったいないんで、いや、これおかしいですよって一言言ってあげれば、圧倒的に多数なので、それで鎮圧できるんじゃないかなっていうふうには思い